たかもと。聞こえる？声聞こえますでしょうか？声は聞こえますでしょうか？オッケーオッケー、はいはい、ヘイ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 、スケコロルームの皆さん大変お待たせしました。申し訳ないです。ヘイヘイということでね、先日ね、柄の悪いツイートしました、私、各方面からお叱りの言葉をいただきました、でもね、まあこう何かきっかけがないとさ、こう俺もね、どうしていいか分かんない、もうじゃあとりあえず戦いましょうみたいなに風にならなかったから、いいきっかけになったかなとは俺は思いますので、今回ですね、今日はですね、スケコロルーム内限定で、スケコロ1軍2軍3軍で、トーナメントやるんですが、まあほらね、3軍2軍の方からどうすれば1軍に上がるんです、上がれるんですかと、いう声もいただきましたので、まあとりあえずね、じゃあ俺はその1軍を2軍3軍分けたらそこまで差はないんだけども、ね、2軍でも1軍レベルの人もいるし、まあ、1軍2軍3軍と分けるんであればの話です。ただ3軍はまだちょっと実力も知らないっていう人と、本当に、実力が足りないっていう、まあ俺みたいな、俺が一番下なのは下なんだけども、まあ誰とは言わないんですが、誰とは言わないんですがさっき3軍で練習してたんですよ。変一っていう人なんですけども、誰とは言わないですよ、誰とは言わないです、誰とは言わないですけどもね、こう俺がリーダーをやってて、誘うわけじゃないですか、こうパーティーでね、こうコロシアム公式行きますっていう、こう仲間の返事を待ってますみたいになるわけじゃん。仲間の返事待ってます、コロシアムの準備をしています、それであそこの檻の中に入るわけじゃん。っていうことは本人は OK を押したっていうことだよね。本人は OK を押したっていうことなんだけども、入ってから誰とは言わないんだけども、なんか、その時青いウサギ着てたかな、ちょっと、職業は魔戦で、某魔戦の方なんですけども、誰とは言わないですよ。ちなみに目は赤いです。で、名前になんかニョロニョロみたいなのついてます。名前は言えないですけども、その人が、ね、OK したんだよ。OK したってことでしょ、そこに入ったってことは。で、まあ、それ、みんなね、準備するわけじゃん、装備とか。ご飯食べたりって、あそこの場所あるでしょ？そこで、いや、俺、まだ、倉庫から武器取ってきてないんだけど。って言った人がいるんです。いやいや、65装備しかないんだけど、って。君、じゃあなんで OK したのかなっていうところね。俺、ちょっと爆笑しちゃったんだけど、そこ。で、まあ、いざ、これまあいいよ、じゃあ装備しょうがないっつって、まあ、とりあえず戦おうぜと戦い始めるじゃん。でそれぞれがね、準備をするわけじゃん、キラポンとかなんとかってね、まあ魔戦って言ったらこう弓ですよね、メインの武器って言ったらね、まあ65装備しかないって言ってたんですけどね、しまいには弓振ってねって言い出してね、これはもう捨て試合だねってこのパーティーのみんなでなってたんですけど、意外にギリギリ勝てそうだったけども結局負けたっていうね、そういうことがありました。ケインさん気をつけてください。今回このトーナメントですので、そういうことないように、はい。
ということでですね、はい、こんばんは。大丈夫ですか皆さん。振ってますスキル。スケコロルームの皆さん。スキル振ってますかでね、ケンイチね、イヤヨがついてるから、アットマークケンイチでつけて。かっこいい。昼は大丈夫。ご飯あり。はい、ということで、じゃあ今からちょっと呼ぶメンバーを、来てもらえますか。ほのか、ピーくん、なでしこ、ボンクレール、東郷。ほのか、ピーくん、なでしこ、ボンクレール、東郷。みんな放送見てない？レール、ピー君だね。ピー君東郷だね。あ、ピー君は？あ、来た来た。はいはい、じゃあこの6人が一応代表となっております。配信入れられる環境がある方お願いします。ご協力お願いします。はい、じゃあ、P 君、これね、P 君なでしこ、 P 君なでしこ、東郷ほのか、はい。で、で、で、放送入れられる人。ほのかいけるね、ほのかいけるね、放送あり。P 君軍誰かいる？なでしこ軍誰かいる？一応メンツ的には佐藤チン、風林子、ガイ、あと誰だ？ちょっと待って。俺の話聞こえてたかな？ちょっと待って、今メンツがもうほとんど固まっちゃってるな。さあ放送は誰がいける？サトチン、なでしこはサトチンね。書いとこう。タケが入ってなかった。ルル最悪いける。オッケー、じゃあ俺んとこに、
ロに放送できるよね。ロに放送できるよね。できますよ。そしたら俺抜けてここに竹入る。はい。そしたらせせらぎ竹来るから竹を誘ってあげて。せせらぎがいないか。ごめんね、ちょっと下ってしまって。この羽を広げて。はい。大丈夫かな。なんで？ちょっと待って。そしたら、オッケー。ちょっと待ってね。はい、OK。そしたらですね、メンバー決まったと思います。さあ、そしたらですね、先ほど言った、じゃあ P 君対なでしこんとこはルルか？ルルか誰だ、誰だっけ、ちょっと待って、なでしこんとこはさとちんか。じゃあさとちんお願い、さとちん放送お願いで、貼ってください。ここ、貼ってください。もう一気に、3個同時にやっちゃうよ。3個同時にやっちゃうよ。OK。サトチお願いして、ちょっと待って。ほのか、東郷ね。で、ごめんごめんごめん。ちょっと待って、ちょっと待って。まだ始めないで、まだ始めないで。ほのか東郷で、ボンクレールと、ここ、ロニ軍ね。ロニ軍が、ロニ軍に、クリスが入ろう。ロニ軍僧侶でクリスが入ろう。で、その前に、ちょっと一個だけアンケートを取りたい。一個だけアンケートを取りたい。
はい、行きます。クリスの正体は誰でしょう。さあ、自分が思ったとこに入れてください。取り方はかなり辛さが続くです。6666兆6666億6666億。ほのか、うるせえ。さあ、誰でしょうか。サトチン放送、サトチン放送、まだね、まだね、はい。で、放送できる方も放送だけ入れてもらえます。ボンクレール対ロニのとこはロニが入れます。サトチンね、自分、いや、東郷ほのかんとかほのかが入れます。なでしこピーくんのところはさとちんが入れます。で、放送先入れてもらって、 URL さとちん俺探すから、貼ってください。 URL 貼ってください。さあ、じゃあそろそろアンケート、今日初クリスの正体がわかると思います。それでは行きます。3、2、1。ガイ、ガイとタカコが並んでる。タカコさん、ガイ、2番目がセシア、3番目が東郷の滝沢くん0、先生が4位、あ、5位、まあ4位。ああ、そうですか、そうですか、わかりました。はーい、滝沢くん準備して、滝沢くん準備して。最近だってさ、俺がお気に入りのタッキー、ギャンブラーのタッキー、スケコロに見て、スケコロで見てないと思わないですか。え、思わないですか。思わないでしょうね。さあ、ほのかの放送 OK、 ほのか放送 OK。 あと、さとちん放送と、さとちん放送、なんで東郷入れた。さとちん放送ね、さとちん放送、あと誰だっけ、サトチンと準備中です。ロニか、ロニか、やばいやばいやばい、ロニね、はいはいはい、はい、来た。三窓は難しいよね、もう一気にやっちゃうからね。結局ね、誰が一番強いんですかっていう話ですよ。からの、あれ、あ、そっか、サトチン放送探しましょう。サトチンと、あと誰だっけ、ロニか。サトチン、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 あった。サトチンのほどまだ。同時に始めよう、同時に始めよう。ロニー、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 ロニー。はい、ロニー来た。あとサトチン待ちかな。
どうする？どうします？このちっちゃい三窓で見るのか、一個に絞るのか。エラーになる。エラーになる。何エラーが？一番高いやつ。じゃあ先この2組いく。ルルはいけんのかな。ルルいけるんだったらサトジにとりあえずルルのとこ行こうか。はい、いらっしゃい。待って。東郷のとこのメンバー待ち。ルルが放送いけるかどうかだな。あ、サトシのとこガイいない？ガイいない？あと1名誰誰？ガイさん無理ってふざけんなよ。じゃルルいけない。いやガイあれだよ、声なしでいいんだよ。こちらこそこちらこそ。先生ちょっと待って、先生ちょっと待ってって。え、どうした？行けた行けた、オッケー。はい来た。はい、じゃあ、皆さんエントリーして、東郷のメンツがまだと。え、今からで遅い。もう遅い。君、翔ちゃんとこ出てたでしょ？多分に窓以上見れないんじゃない放送。これ今放送3つついてない？さあ、クリスが来ます。クリスが来ます。クリスが来まーす。クリスが来まーす。今クリスが来まーす。はい、クリス来ました。正解はセシアでした。はい、ということです。で、セシアがロニー軍に入ります。延長ねえよ、この時間延長ない。そしたら次枠行くんで、次枠行ってからもう、え、東郷軍は揃った？東郷軍揃った？ロニ放送、ほのか放送、サトチン放送、サトチン放送これね。
は広告、広告打ってた？誰？モスクロさん気使わない。いいって本当にありがとうございます。これそのチケットって使わせてもらえるのかな、このまんま使えるのかな。やべ、ちょっとごめん、使い方わかんないわ。いや、とりあえず次枠行きます。次枠行きます。じゃあ誰かの放送に行こう。さんとガイさんがスイッチで、君に会いたくて会いたくて何度も名前を叫んだ。はい、オッケー。じゃあ、ほのか東郷が、あと、ガイがスイッチするので、したら、はい、オッケーです。じゃあ次枠いきます。切ります。ジュレットフュージョン、ほい。じゃあちょっと自分で、選抜させてもらおうかな。ここがいいかな。あれ？サトチ、サトチ。はい。じゃあ今貼るね。見たいとこ見て。サトチン放送。ほのか放送。ほのか放送。ロニ放送。はい、じゃあ、行ってくださーい。どうぞ行ってくださーい。はい。さあ始まりました。スケコロブ行
壊しトーナメントとかできるんですね。サトチンが飯食い忘れということですね。さあこちらは1軍対2軍対決。さあ1軍はピー君、サリエル、ルルセンター、2軍がナレシコ、サトチン、キョン、ガイがサポートです。さあしかしここの2軍もなかなか、もうこれもね1軍と迷うぐらいのメンツだと思いますね。しかしここ最近スケコロでも、実績を残しているこの1軍勢、サリエル、ルル、センター、ピー君、これはどっちが勝ってもなかなかおかしくない試合だとは思います。さあね、勝ったのが全てです。もうそうします。今日は勝ちが全てです。さてさてさて、さあ1軍が、さあこれはなかなか1軍もやはり強いところですね。優勝賞金は200万出します。私自腹で200万出します。負けた方々には、料理代として、5万ずつ払っていきますので、1パーティーで、まあ、1人5万ですね。1人5万でいきます。さあ46、いや488-312、リードはなでしこ軍、2軍ですね。2軍が551-249でリード。さあ残り2分を切るというところですが、これ1軍負けたらいろいろ問題が起きる、さあ432-368、少し縮めて僅差の戦いになっておりますが、残り1分半を過ぎたところ、魔戦がうまい、なでしこうまいという。さあ、まあ、風林湖広告ありがとう。歌うまいです。ありがとうございます。風林湖広告ありがとう。さあ、依然リードは2軍。さあ、残り30秒あたりを切ったところでしょうか。いや、20秒切ったところ。さあ、これ1軍、なかなかきついんじゃないでしょうか。いや、しかし1軍の意地もある。ここは1軍の意地もある。さあここからどう巻き返していけるか。488-312、さあさすがにちょっときついか、ここはきついか、きついのか、
ここで最後何してんのこれ。はい、ということで、なでしこ軍、2軍なでしこ軍が、準決勝進出でございます。え、準決勝、準決勝、はいはい、ということで、P 君チームは、P 君サリエル、ルールセンターありがとう。負けチームの方はこちらに来てください。負けチームはこちらに来てください。あ、あのお金渡すんでこちらに来てください。さあもう片方、もう片方、さあ静谷広告ありがとう、静谷広告ありがとう。下じゃない、上でいいや、上でいいや、ここここ俺ここ、預かり所にいる、預かり所にいる。はい、じゃあルルに渡す。ルルまだ解散してないよね。20、これパーティーで渡してください。パーティーに渡してください。1人5万ずつパーティーに渡してください。はい、さあ、ロニー対、P 君がそこはなって、ロニーと今回は見応えあるなら、スケさん自立国有権に。はい、ロニーボンクレールはどっちがあった、ロニーボンクレールはどっちがあった、セセラギ勝った、はい、ルールありがとうね、ルールありがとう、ごめんね遅くなって負けた。はい、っていうと、ロニ軍が、セサラギ2軍なんですが、ちょっと都合によって3軍に入ってもらいました。ジュネット国有軍です。はい、ウサダいらっしゃい。普通のスケコロはありますか。いや、ちょっとあのもう今ここでいっぱいいっぱいです。はい、ロニ軍が負けということは、今からほのかと統合軍、ほのか統合で、やりますね、ほのか統合でやりますので、さあほのか統合なので、さあではほのか統合、いつでも行ってください。ほのか統合、さあ一度も行ってください。はい、ただね、今日はできないけども、今度このスケコロルーム内で、もう自分のもう部外者あり、ルーム外ありで、
自分のもうこの人たちだったら絶対勝てるっていうパーティーでのトーナメントをやろうと。お疲れ様です。もうとりあえずね、一回もうルームをぶっ壊そうと思ってね、やっておりますよ。さあ、見ないぞ見ないぞ見ないぞ。さあ、こちらも一戦目に、いないいない。さあ、東郷軍対炎川軍、三軍対一軍です。三軍対一軍でございます。三軍対一軍。それではおやすみなさい。いい日になるなよ、彼様。はい、 P 君もありがとう。 P 君もありがとう。はい、あ、プータンもありがとう。プータンありがとうね。ごめんね、コメント見れてなかったね。いい日になるなよです、おやすみ。はい、サリエルもありがとう。サリエルもありがとう。さあ、280対520。さあ、やはりここは一軍の方が実力経験ともにあるとは思いますが、はい、ちょっと待ってね。そして、負けたら、お金をもらった後解散して構いません。負けたらお金をもらった後解散して構いません。寝るもありです。さあ、255対545。さあ、ここね、三軍といえ、いい試合をしていただきたい。ジュネットクリー軍。はい、ノリいらっしゃい。ちょっと待ってね。ちょっと遅かったな、ノリ。ちょいちょいこのスケコロトーナメントね、スケコロルーム内トーナメントやっていくつもりです。そうかそうか、まあ無理はせんで、無理はせんで。さあ、126対67、やはりここはかなりの差がついてしまってはいる、かなりの差がついてしまってはいるんですが、さあ、しかし東郷最近3軍になってから、私のことが嫌いなんでしょうか。全然顔を出してくれないし、コメントもしてくれません。しかし東郷はいないところでも東郷さん東郷さんと最近人気急上昇、東郷です。そんな東郷のコミュニティ探して入ってください。嫌いなのか、
いや、本人はどう思ってるかわかんないですけど。さあ、これはやはり結構一方的な、ここはやはり一軍とこのランク分けの意味、ね、三軍の皆さんは肌で感じているんじゃないでしょうか。あ、そうやな。しかし君たちが三軍だからといって僕は偏見を持ちません。君たちもこの一軍のようになってほしいから言っております、やっております。そして、フィッコロを倒していきたいなと、ランカーを出していきたいなと思っていますので、決して、見捨てるようなことはありません。変なことしなければ見捨てるようなことはしません。はい、ということで、統合軍の皆さんお疲れ。東郷健一光秀、ありがとう。ほのか軍、ほのか B、ドガ、俺たち、おめでとうございます。ということで、じゃあ東郷軍は、俺のとこに来て、東郷、リーダーか？リーダー誰？光秀のとこ。東郷がリーダーかな？なんか、お前から取引飛ばされるとちょっとイラっとくるのは、気のせい？はい、じゃあ1人5万食事代程度で申し訳ないんですが、おお、もらってすぐ帰んのかお前、もらってすぐ帰んのかお前、配れよ。についてあ、 OK。 はい、ということはさ、やっぱ東郷俺のこと嫌いなんだな。俺あんだけ貢献して三軍落としやがってみたいな恨みがあるんでしょうね。さあ、ということは3組残りました、3組残りました。ボンクレール、なでしこ、ほのか軍、さあ、では、なでしこ軍、ほのか軍、なでしこ軍、ほのか軍でいきましょう。で、ボンクレール、ちょっと待って、ボンクレール、ちょっと待って。3分で終わる。ん？サトチンの小手半があと3分で終わるになっちゃって。ボンクレール軍がサトチンと一緒？サトチンとボンクレール一緒？なでしことサトチンが一緒？なでしこサトチン一緒？どっちの粗相なんだろう。別、オッケー。じゃあ、そしたら、あ、じゃあ、ほのかが放送入れる。さとち、ほのかが放送入れる。ほのか大丈夫かな？なんで英語になってる？入ってます。入ってます。時間大丈夫ですか？時間大丈夫ですか？ほのかの放送時間大丈夫だね。じゃあほのかとさとち行ってください。ほのかさとち行ってください。なでしこ、そんなほのか放送はこちらでございます。ほのか放送、ほのかさとちの一軍対決を見たい方はこちらで。そしたらですね、ボンクレール、さあ、ガイと、ガイは、なでしこ軍にいるかな？お
OK。さあ、では。ボンクレールちょっと待って、ボンクレールちょっと待って、マーサボいない？マーサボいない？さあ、一軍対決が始まっておりました。すいません、これって負けたから降格してもらうとか、とりあえず今、とりあえずこのルーム内と、あと、もう一個のトーナメントを、今日じゃないんだけど、やろうと思ってます。もう一個トーナメントやろうと思ってるの。それは、一応今日のことも判断基準、今もうメモはしているので、判断基準にさせてもらっておりますが、そしたらボンクレール行こう。ボンクレール俺と行こう。ガッチガチしちゃったぜ。さあ676対124、これは1軍対決ですが、いや1軍2軍対決ですね。1軍2軍対決ですが、圧勝だ。なかなかの圧勝だ。さあこの2軍もなかなか強いメンツではございます。ジュレットフュージョン、はい、やべ、ちょっと一回放送切る、一回放送切る、放送切って次よく行く。
さあ、ボンクレール戦は私で、私チームでいきます。放送大丈夫かな？放送大丈夫かな？放送大丈夫か？放送見れてるんでしょうか？誰か教えて、何か教えて。OK。OK。やべ、俺ポイント持っちゃってんじゃん。いやー、落とされた。さあ、ここピピンはどうする？一回もいらない。さあ、極み落とされて逆転されてく。うわー、最悪だ。さあ、先生持った。先生が持っちゃった。座を入る。やばい。なんだよこれ。はい、今喋れない、今喋れない。死なないで。いやー、落ちたか。いやー、間違えた！間違えた！落ち着いて、落ち着いて。うわー、負けた。
はい、ということでありがとうございます。はい、じゃあ、今どっちが勝ったかな、どっちが勝ったかな、ジレット不妊分風林込み先輩、ほのかかち、ほのかかち、今日普通のスケコロはありませんか。まだそれからわかんないって。さあ、ほのか勝ちということは、どこ軍だ、なでしこ軍、明日は放送するんですか。明日一応まだ、はい、じゃあパーティーに負けた方はパーティーに5万払ってください。ルームは行けるの？どういうことだ？とりあえずもう、一応ルーム内でやってるんですけど、締め切っちゃいまして。さあ、では、決勝戦。こちらですね。決勝戦でございますが、ボノカ軍対ボンクレール軍、ちょっと待って、ボンクレール軍が誰がいたっけ。ボンクレール、ボンクレール、風林庫、誰いたっけ、風林庫、風林庫、誰いたっけ、リンコ、六道、ラキア。あ、六道、ラキアか。はい、ということで決勝戦こちら、賞金は200万出します。ということで、ボンクレル軍が、こちら2軍ですね。ボンクレル、フーリンコ、六道、ラキア。1軍が、B、ドガ、ホノカ、俺たち。はい、では、ほのか放送でいきたいと思います。オッケーオッケー、放送ちょい待ちね。これ格付け、以上格付けの、材料になってます。三軍はないかな。はい、負けた方には、5万ゴールドずつ渡しております。ピッピンマサボはどこにいる？ピッピンマサボはどこにいる？いないか、もう。はい、いた、マサボいた。ピッピンがいないか。はい、ほのか来た。ほのか。これはもう5万は5万です。さあ、ではほのか放送でいきましょう。あ、ピピいる。
さあ、ほのか放送でいきます。決勝戦です。さあ、決勝戦でございます。はい、失礼しました。さあ、400対400、こちら決勝戦、ほのか軍対ボンクレール軍でございます。さあ、1軍対2軍対決になりました。決勝戦、さあ、こちらどちらが勝ってもおかしくはない。ごめん、ちょっとごめん、違うことで笑っちゃった。ごめん、また関係ないことで笑っちゃった。さあ、試合はシーソーゲームになっております。さあ、414対386、さあ、357対443、リードはボンクレル軍。さあ、このボンクレル軍、ボンクレル、ラキア、フーリンゴ、六道は新しく加入した新メンバーでの編成、ですが、一軍のほのかドが俺たち B 軍の、中で、ずっといるのは俺たち軍、ドが、B、ほのかは、こちらも新メンバーでございます。
さあ475対325リードはボンクレル軍。さあ本日スケさんルームでの、1軍2軍3軍の、こちらトーナメント、ぶっ壊しトーナメントと言っておりますが、さあこっからどういう風に見せていくのか。さあ1軍は1軍の意地もある、2軍は1軍になりたいという意地がある。さあ2軍の意地が勝つのか、1軍のプライドが勝つのか。さあ残り1分を切りました。390対410リードは1軍、リードは1軍。さあ一気に突き放していく。さあ360対440リードは1軍。さあ残り40秒あたりを切ったところで、さあこの2軍は全員新メンバーでございますが、その新メンバーが優勝できるのか、1軍ほのかドガビは新メンバー、俺たちは、元々のメンバー、どのように。なかなかいい試合ですが、今リードしているのはやはり1軍、ここはプライドがそうさせているんでしょうか。さあここは2軍も追いつきたいところ。さあ間もなく時間がないか。さあこのまま逃げ切れるのか1軍。さあしかしここでほのか落とされる。381対419。さあしかしここで時間が終わった、終わったのか、終わったんでしょうか。はい、ということで1軍勝利でございます。さあほのか、俺たち、ドガビ、優勝おめでとうございます。さあボンクレール軍の、皆さんも、お見事でした。こちらに来て、負けた方は、負けた方は、1人5万です。準決勝は、準優勝だからという得点は一切ありません、一切ありません。さあここもね、今日参加してくれたメンバーも、格付けの判断基準にさせていただきます。さあなかなか出てこない、出てこない。落ちてインできませんラキア。ちょっと待って、どういうことなんでしょうか。途中で落ちたのラキア、回線落ちたってこと。ちょっと待って、ほのか君待って、このさ負けた方が先なんですが、あれいないよ、来ないんですけど。最後フリーズしておきました。いい気になるなよカレー。あ、お疲れ。どこで、そのボンクレル軍どこ。ボンクレル軍来て、さあボンクレール軍来てほしいな。まあちょっと、ただこれだけじゃないから、今日じゃないけどもう一回、他のもあるので、
練習試合はペネないから大丈夫だし。練習試合はペナルティがない。なるほど。え、出らんないの？ はい、ケンジいらっしゃい。ちょっと、それが一番おのおのの実力が見れていいかもしれませんね。5分待たないと出れない。はい、 OK。 あ、来た来た来た。六道風林庫、あと誰？六道風林庫、六道風林庫、ボンクレールラキア、ボンクレールラキアがいない。ラキアいない。リーダー誰？パーティーリーダー誰？はい、では、優勝チームこちら、炎か、ドガ、B、俺たちですか。賞金200万なんですが、これは渡します。さあ、プラス100万チャレンジをしますか。合計300万になるか、負けたら100万になります。今日外張りないんでね、もう完全俺自腹ですからね。いや、ここはね、優勝者の意地は見せてもらいたいところですけどもね。いいんですよ、全然やりたくなかったらやらなくても。ええ、やりたくなかったら全然やらなくてもいいんですが。さあ、どうする？メンバーは OK 出たのでやりましょう。いいかな。全員パーティーの同意もらってね。パーティーの同意もらってね。オッケー、出たのでやりましょうから。終わったところは解散していい。終わったところは解散して、オッケー。はい、ちゃんと同意取ったね。ではほのかエントリーしてください。ほのか、エントしてください。あ、放送入れてもらっていいですか？
さあ、じゃあ一回こちらも枠を閉じさせていただきます。次枠いきます。次枠いきます。ん ?OK、はい。さあ、決勝戦優勝したのは、ほのか軍。ほのか、ドガ、B、俺たちでございますが、さらにここでプラス100万チャレンジやると選んだほのか軍。さあ、バイプではないですが、アップチャレンジに挑戦した対戦相手はこちら、極みピピン、マサバオハル。先日のピクサーコロシアのピクコロ対スケコロのメンバープラス、マコが今スケコロではないので、ずっと俺を指導してくれてる極みが入りまして、このピクコロを、大将まで引きずり下ろした3人と、ルーム内の先生と言ってる極み、さあそこ対こちら、優勝したほのか軍の対決となっております。ほのか軍勝てば、賞金もともと200万だったんですが、勝てば300万、プラス100万、負けたら100万に下がります。あ、ごめん、それはちっちゃいな。はい、ということで、さあ100万になるのか300万になるのか。さあこのコメントね、なでしこのちっちゃっていうのは俺の器なのかと思いました。100万かよ、ちっちゃみたいなね、器の話かと思いましたが、画面の話でした。さあボーナスチャレンジ、勝つか負けるかどうなるか、この優勝パーティー、いやマジで嘘でしょと思った。今日ね本当に外張りなしなんで、もう丸々、そうですね、ここがなくなる、もう約500万自腹ですね、この開催だけで。でも、スケコロルームが強くなってくれるなら、俺はそれでいいと思うし、負けても楽しめたんであればいいと思いますので、さあ、ここリードは、ほのか軍、優勝軍、優勝ほのか軍。さあ、ここはなんとしてでも、個人的には、今日外張りがないので利益がないので、勝っていただきたい、フィクコロだフィクコロ討伐軍さあまだまだ時間はございます。さあしかし点差はまだ縮まらず、3分半が経過。さあここで俺たちが上がっていく。さあ差が開いていく。さあ私もそこまでお金持ちではございません、お金持ちではございません。だけど、ルームのためなら、惜しみません。そこまでねお金に執着はないので、でもこう自分のために使いたい部分もあるんですけど、まあそのわからないのでね、何を買っていいか未だに自分でわからないので、こういう使い方をしております。さあ650対150、かなりの点差が開いてしまった。かなりの点差が開いてしまった。スケさんちっちゃくないよ、ありがとうございます。さあサトジン、小手半直していただきたい。3分で終わりになってるんじゃないか。さあここから縮まらないか、ここからなかなか縮まらないか。さあ650対150、さあここフィクコロ討伐軍、さあ俺たち落とされる。さあフィクコロ討伐軍、なんとしてでもここは一軍の意地。さあこれ実質一軍対決ですからね、実質一軍対決です。さあ私はこの4人にはかなりの信頼を置いております、かなりの信頼を置いておりますが、
さあ点差縮まらぬまま残り1分半。これはなかなか強い。さすが優勝者といったところ。さあここでドが落とされて、さあ519対281残り1分20秒、残り1分20秒。さあここからどう巻き返していくか。ピッコロ討伐軍、さあここは優勝者の意地もある。優勝軍、優勝一軍。さあ、俺たち B ドがほのかのこのパーティーを、チームぶっ壊しと名付けます。さあぶっ壊しが行くのか、フィク討伐が勝つのか。さあしかし残り1分を切ったところで585対25、なかなか点差が縮まらない。さあこれはちょっとなかなか辛い展開か。さあここなんとか差を縮めておきたいが、残り30秒あたりか。さあしかしこうに縮まらない、縮まらない。さあここ俺たち落とされて544対2頃、さあもう時間がないか、時間がないか。さあしかし極みが上がってくる。462で338、いやここはいい勝負だ。こっからどうなるか、こっからどうなるか。時間がない、時間がない。さあ時間がない、あと1人倒せば、あと1人倒せば、あと1人倒せば。さあどうなるんでしょうか。お見事、ぶっ壊しチームの勝利です。ということで完全勝利ですねこちら。さあ、極みマサボーハウルピピンもありがとう、ありがとうございました。さあ実質一軍対決、こちらドガ俺たち、炎か B の優勝でございます。さあ見事賞金200万を300万にしていった彼らに、今いる方何人いらっしゃいますか。はい、77人減りましたね、だいぶ減りましたね、減りましたが、この今日見てくださってる方ね、この4人に、大きな拍手をいただけたらなと思います。おめでとうございます。ナイスケさんです。はい、ということでこちらは、じゃあリーダーがほのかかな。さあ極みピピンマサボハルもありがとう。やっぱ一軍強いな。全然ハウルにカーソル合わない、あ、ハウルじゃない、ほのかに合わないんだか。はい、ということでこちら本日のスケコロブッコアショーナメント、お見事。さあ皆さんで分けてください。これを4で割ると、4で割るとちょっと各々で計算してください。はい、ということで写真を撮らせてください。写真を撮らせてください。こちらでこっちに来て写真撮らせてください。ドワンゴが午前2時ぐらいをお知らせします。あ、今渡してんのね。さあこの後ね、もしスケコロメンバー、いらしたら皆さんに集合写真撮ってるかなと思います。スケさん画面がミラーのままです。そうなんです。画面がミラーのままなんです。それ知ってました。はい、ダブル。はい、では皆さん真ん中で、はい、私結構やれる、知ってます、審査してますんで僕ら、知ってます、すいません。画面上、私先頭にさせてもらって、ちょっとヒイラギが邪魔ですね。優勝チーム、ちょっと待って、先優勝チームで。さあ何かと映りたがるのは、クリス。さあ今日正体バレましたけども、セシアですね。さあよく、言われるのがクリスいる？クリスいる？って言われますけどね。まあまあいつもねサポートしてくれてるんでね。まあいるかいらないかはね、正直私もいらないとは思いますが、ぜひぜひクリス様入ってください。クリス様入ってくださいね。ね、いるかいらないかって言ったらいらないです。はい、でも全然入ってください。さあ俺たちの顔が見えない、俺たちの顔が見えない、俺たちの顔が見えない。
これでいこう。はい、では行きます。はい、じゃあこれでいこう。行きます。大丈夫かな。はい、 OK でーす。そしたら、今もしね残ってる方々で、スケコロルームいらしたら、ここ集まってください。また皆さんで写真を撮りたいと思います。いる方々でここ集まってください。おいおい、ん、いる方だけでいいです。おい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 。さあ、ヒイラギが非常に邪魔だ。おいおいっていうミスあんまり起きないですね。さあ、次回はですね、私、ツイッターでも言いました、あなた方が一番得意なパーティー、ルーム外で構いません、ルーム外で構いません、得意なパーティーでのトーナメントをやりたいと思います。さあ、俺こっちだな。さあ、いいですか、もう取っちゃいますよ、撮りますよ、もう。バランス、クリス、ちょっと変わって。立ち位置変わって、クリス。こっちの方がいい。右。うん。はい、ピンピン来た。いいかな？いいかな？いない？いない？もういない？行くよ。もう取るよ。締め切るよ。あ、べ、ナイスケさん。はい、勝手に動かない。勝手に動かない。あれ？ちょっと待って。はい。いいかな？はい、OK でーす。はい、ということで今日はこの辺にしますかね。さあ、皆さん、参加してくれた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ね、今回俺ちょっとね、金曜日が、なんと、時間があるっぽい、金曜日に時間があるっぽいということで、金曜日またトーナメントができればいいかなと思っておりますが、非常にね今日はいい戦いが見れたと思っておりますので、今日はちょっとこの辺で、こちらの方はですね判断材料にさせていただきますので、お楽しみに。ただこれのトーナメントだけでは決めれないです。そしてさらにこっからいろいろ今スケコロルームどうしていくかを、私クリス、ことセシアといろんな方と話をね、ルーム内の方の意見ももらって考えておりますので、ぜひぜひそれが決まり次第、なるだけ早く決めるようにしますので発表いたしますので、ぜひ、お楽しみくださいということで、今日は皆さんありがとうございました。はい、OK です。では、そうですね、会えば会った人でいいです。さすがに、その時は私外張りもやらせていただきますので、もう少し時間がかかると思いますので、放送入れる前にスムーズに、今日ね、もうやってたんですけどなるように、努力しますのでご協力お願いします。また他のことはツイッターなどでも書きますので、こちらですね、下のツイッター、スケさん TV と、フォローしていただければ何かしら情報があるんじゃないかと思っておりますので、今日私、楽しめさそうなら時間きっちりしてください。そうですね、そうですね、それはあります、それもちゃんとそこはきっちりします、はい、のでよろしくお願いいたします。以上、本日優勝はほのか B ドガ俺たち軍でした。ありがとうございました。それではまた、明日やるかわかんないけど、明後日は多分できる。はい、詳細はツイッターでお願いします。はい、スクローさんも広告ありがとうございます。で、風鈴子も広告ありがとう。なんだれだっけ、皆さん広告の方ありがとうございました。はい、ではまた、お会いしましょう。以上、お相手はスケさんでした。ありがとうございました。